ネーゲンボルンは、ドイツ連邦共和国にいたザクセン州、ホルツミンデン軍に属す、町村であり、アーメルングスボルン及び、同盟の修道院を含み、ザムトゲマインでベーベルーンを構成する、自治体の一つである。ネーゲンボルンは、ブルクベルク、フォーグラー山地、オードフェルト大地に囲まれた、ホープタールの入り口にあたる盆地に位置している。隣接する、自治体は、ゴルムバッハ、ホーレンベルク、 やや離れて、アルホルチェン、シュタットールゲンドルフ、ローバッハである。フォルストバッハ川が町内で湧き出し、北のブルクベルクを通って、ベーベルン近郊の森の東でベーザー川に交流する。アーメルングスボルン修道院ネーゲンボルンという地名は、もともとナインバーニーと表記されており、9つの泉を意味していた。これは、集落内に9つの水源があったことに由来する。 15世紀に、ネーゲンボルンは、盗賊騎士の襲撃で荒廃し、1490年に、修道院に再高が託された。ネーゲンボルンは、古い軍事、通称ロソイに面していた。この街道は、ベストファーレンからヘクスターや、シュタットオルデンドルフを経由して、ガンダースハイムにまで通じており、アーメルングスボルン修道院と、エッシャースハウゼンとを結ぶ道路であった。 1878年に男性合唱団、1910年に射撃クラブが創設された。両サークルは現在も存続しており、1979年に設立されたネーゲンボルナーフェライン作業共同体に属している。1927年に設立されたサッカークラブ VFB ネーゲンボルンは近隣のクラブとともに JSG ホルストバッハータール協議会を 形成している。ネーゲンボルンの住民の八十二パーセントがプロテスタント5、五パーセントがカトリック13、十三パーセントがその他の宗教、または無信仰である。ネーゲンボルンの町議会は旧議席からなる。マルセル・アーレンスネーゲンボルンは連邦道 b 六十四号線及び修道五580号線沿いに位置する。二千一年からはバイパス計画が開始されている。 一般教養のための学校として、フォルストバッハータール基礎家庭学校がある。ありがとうございます。